静岡大学未来創生ビジョンにつきましては、本日の役員会におきまして、このビジョンを静岡大学の将来構想、法人統合大学債に関しての静岡大学の将来構想として決めさせていただきました。両大学は2019年統合再編について 法人を一つにした上で2つの大学を作る一法人二大学案に合意していましたところが、静大内部で反対論が根強く今年、日詰学長は一大学二校案を提示きょう開かれた役員会で静大の正式案となることが決まりました大学組織の一案といたしまして、三学軍八学里 のモデルを提案させていただきましたそれぞれの地区に担当理事副理事長を置くことで教育研究に係る意思決定権限を大きく移情することでスケールメリットと迅速性を両立させていきたいと考えます本ビジョンは膠着状態から抜け出す歩みの網寄りの案でもございます今後については両学長によるトップ会談や連携協議会で協議を進めていきたいとしています 一方、浜井大側は当初の合意書どおり一法人二大学での統合再編を求めていて両者の合意形成は難しい状況となっています。